ごきげんよう、感動起爆剤研究所所長の宮崎文孝です。今日は2023年の7月の8日土曜日です。今日は〇〇は辛いよシリーズを言っております。この第2弾は師匠は辛いよとね、藤井聡太のいる日常ということで、師匠の藤井聡太さんの師匠の杉本正隆さんの本で行ってみたいと思います。今日はこれ100回のシリーズになってる本なんです。これは週刊文春へですね、載ったエッセイをまとめて本にしたという杉本正隆さんの本です。今日は一のですね、出会いの季節へ行ってみたいと思います。出会いの季節、4月である。気持ちがリフレッシュされ、春の暖かさも相まってなんとなくウキウキする季節でもある。新年度もスタート。新社会人、人事異動、新しい上司と部下、出会いは楽しみもあり少々不安でもある。私は最近、杉本師匠と呼ばれる、なぜ師匠なのか、今更だが、それはあまりにも有名な弟子、藤井聡太二冠の存在ゆえである。将棋界の師匠と弟子の関係は、会社で例えるなら上司と部下、だがその出会い方は様々である。将棋界では原則、プロを目指す少年、少女は、棋士の養成機関、奨励会に入会する。この時師匠が必要になり、身近な棋士にお願いすることになる。その棋士が受けてくれるとは限らず、これは縁のものである。厳しい世界だけに、師匠側から弟子をスカウトするケースは少なく、私も自分から声をかけることは決してない。しかし、とてつもない才能を持った子供に出会った時、その主義が揺らぐことがある。藤井聡太少年が東海研修会、研修会は、将棋を本格的に学ぶ少年少女を育成する組織に入った小学1年の頃、私はそこで感じをしていた。輝く才能を当時からで、この子は将来間違いなく超一流の棋士になるな、と私は確信していた。聡太少年が4年生の頃、夏の奨励会試験を受けると聞いた。果たして師匠は誰なのか。幹事だからといって自分が頼まれるとは限らない。でもあれだけの才能、その成長をそばで見届けたい。いっそこちらから声をかけようか。実はこの頃、私は対藤井戦に備えて鏡の前でスカウトの練習をしていた。藤井君、プロを目指すならうちの一門に来ない？おやつも食べ放題だよ。却下、軽すぎる。では熱血上司風ならどうだろう。そうだ、黙って俺についてこい。全然ダメだ、自分のキャラからほど遠い。そうなるとやはり自然が一番か。藤井君、師匠は決めたかな？わからないことはいつでも相談に乗るよ。おお、押しつけすぎない程度に将棋界の先輩をアピール。完璧ではないか。さすがの天才少年も、これが後の師匠の布石になるとは読めまい。かっこあれ、別の先生に弟子入れするはずが、なんで僕は杉本門下になっているんだろう。かっこ、となったりして、くっくっく、夜中に一人、暗い微笑みがこぼれる。黒いか、黒い微笑みがこぼれる。全く良い年の大人が何をやっているんでしょうね。しかし、翌日になると急に冷静になる。結局、本人に話しかけることもなく、練習の意味もなかったのだが、それからほどなくして、聡太君とお母さんが私のもとに弟子入りの挨拶に来られた。案ずるより、産むが易しである。弟子入り直後に指した記念の対局で私は敗戦。後にテレビを含め、様々なところでこれが話題になる。藤井さんは実際の時師匠に勝ったって。それって師匠が弱いだけじゃないの。
天賦の才を持つ弟子を身近にしてわかるこの苦の師匠はつらいよ。いやいや、だがこれが結構嬉しくもあるのだ。この春、読者の皆さんにも素晴らしい出会いがありますように、この連載もご愛読いただけたら幸いです。というかね、これがまあ文春に載せられた初めての第1号ですね。出会いの季節というのがね、これは週刊文春は2021年4月8日号から2023年4月27日号、文春の第1号は原則として掲載時のものであるものですということですから、これはまあ2021年の4月に書かれた出会いの季節であります。師匠はつらいよと言われましたね。いや、つらい中にも感動を見つけられているのが杉本昌隆師匠のすごいところではありますね。そうですね、チャンネル登録が伸びないとき、つらいとき、何か感動のあるものを掴みたいものではあります。ごきげんよう。